いしね。昨日のクマは動きやすかったんですけど、肩は動きにくいね。じゃん。ちょっとギャグミ？次あげます。あ、青木さん。青木さん、こんばんは。今村美月です。ただいま。差が開いちゃって。頑張ってます、青木さん。ピッさんにまた出れるように。1位になって1ページ締めに乗れたら嬉しいです。またお会いできるように頑張ります。青木さん、ありがとうございます。今村美月をぜひビスに呼んでください。お願いします。青木さん、青木さん、青木さん。はい、ありゃ前髪じゃない、まつげを上げて配信始めるべきでした。時間がなかった。シャンくんさん、クマタワーありがとうございます。クマタワーありがとう。アオキーさん、レイカちゃんをしてるって噂。そうなんですか。レイカちゃんかわいいよね。わあ、皆さんありがとう。シャンくんさん、ありがとうございます。シャンくんさん、ありがとう。シャンくん、ありがとうございます。8、次オレンジになっちゃったからちょっと色が全然なくて、はじめまして、ありがとうございます。まつげパーマはしないな、したい。パーマしたいんですよね。広重さんも短冊タワー、広重さん、広重さん短冊タワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ナナさんが事務所移籍発表、そうなんですか。知らなかった。ちょっと全然終えてなかった。今日、広重さんありがとう、ありがとうございます。すごい。庄司さんも短冊タワー、庄司さん、庄司さん短冊タワーありがとうございます。短冊ありがとうございます。そう、これはトロムさんにもらった浴衣です。浴衣3着持ってます。この配信は45分までね。個人チャンネルができたのは知ってたんだけどね、昨日の夜ツイートされてたので。そうだったんだ、すごい。
今までは AKB さん、その言い方を選んだポイント、これはね、トロブさんがね、なんか道っぽいからっつってくれて、そう、あの私とコッコにくれたんですけど、そうで、あの AKB さんの方のお話し会の時になんか持参するか借りるかどっちでもいいんですよ、 AKB さんの時のお話し会って。じゃけん東京まで持ってってこれ来ました、その時。だから生で見てくださった方ももしかしたらこの中にいらっしゃるかもしれない。ありがとうございます、くま、ありがとう、ありがとうございます。いや私は事務所ツイートで見たような、あ、なんかこう風に吹かれてるやつ、そう、これさくらんぼ。あ、私事ですが本日誕生日を迎えました ABCDEF さん、ABCDEF さん、お誕生日おめでとうよ、よいしょ、 ABCDEF さんおめでとう、おめでとうございます、おめでとう、 ABCDEF さんおめでとうございます。前髪切りすぎた、やっぱり。浴衣にセンスがよく似合う、確かに。皆さんありがとう、道ファンの皆さんありがとう。な、そうでもない、本当そうでもない、皆さんギフト、カウント、コメント、星投げありがとうございます。そう、このさくらんぼのイヤリング、このさくらんぼのイヤリングはファンの方がくださって、女の子がくれてね、めちゃめちゃさくらんぼが綺麗なんですよ、ほらすごくない、めっちゃ綺麗なんです、さくらんぼ。しかもなんかね、ちょっとね、下に行くにつれて色がね薄くなってんの、素敵。マー君さん、マー君さん、クマタワーありがとうございます、わー、ありがとう、3つ。これ書いて、名前だけでも書いてこうやってさ出せばよかった、なんか ホワイトボードとかにさ書いといて、名前だけこう、コウタさん、うちも今日めでたく誕生日を迎えました、コウタさんお誕生日おめでとうよ、よいしょ、コウタさんおめでとう、おめでとうございます、コウタさんおめでとう、おめでとうございます。てね、書いとけばよかったって今は思うんですけど、でもさ今変えたらさなんか申し訳ない気持ちがあるんですよ、あの私が気づいた限りというか皆さんのコメントで教えてもらったりとか、あのいろんなやつで控えてはいるんですけど、この3日間のやつ、3日間皆さんからいただいた
パワー分のギフトはそう控えられてて、その皆さんそれ以外の分は控えられてないので本当に申し訳ないんですけど、でも見てます皆さん、本当にありがとう、本当にありがとうございます。イベント頑張ってください。ありがとう、おめでとうございます。お誕生日、七夕がお誕生日だなんてロマンチストでしょ。でもあのあれは読みますので、イベントの最後、貢献ポイントランキングはもう100位から見えるの100位ですもんね、100位から読み上げますので、ごめんね。ありがとう。ロマンチストじゃなかった、ありがとうございます皆さん。うちも消えちゃった。何が？みちって夏生まれっぽい顔してる。冬だよ。あ、貢献ポイントランキング、貢献ランキングポイント、メイキングは二の腕もつい確かにめちゃめちゃ全部二の腕出てるやつだった。チーク入れてますめっちゃ。配信ってね薄く映るから多分生で見たら顔赤いよ大丈夫って言われるぐらいチーク入れてると思う。プレミアム公開ってもう公開されてるんですか？普通に見れるの？肩かわいい、ありがとう。皆さんありがとうございます、本当に。控えめだけど応援してます、ありがとう。応援してくださることが嬉しいです。浴衣めっちゃ暑いわ今日なんか僕らのチャット欄も残ってる。そうなの、かわいい。今日ショールームに浴衣人口多いっぽいけど、皆さんこんな熱い思いをされてたんですね。めちゃくちゃ可愛い、ありがとうございます。初見さん今イベントに参加していて11日までやってるんですけど、今3位で1位を目指してますので、ぜひ応援してくださると嬉しいです。いや、ありがとう、後で見ます。でもなんか最後の顔がすごい恥ずかしかった。このくるんの髪が可愛い。みんな浴衣着てね、エアコンなんかね、部屋がムシムシしとったけんドライにしたんじゃけど、あんまり涼しくならん、ドライだと。ありがとうございます、すごいレインボーの星がいっぱい、ありがとう。暑そうですね、そう応援させてくれ、ありがとうございます。ですごいなんて言ったら事務的な話になるんですけど、そうギフトをいただくときは10連だと 1.2 倍になるので、ドライはダメなの？そう、あの 1.2 倍になるので、クマ1匹だと1000ポイントですけど、タコ10匹だと1200ポイントになるので、充電をしていただけると嬉しいです。お顔は自分で赤く塗りました。これ山本杏奈ちゃんがね、もう何年前かにくれたやつ。そうめっちゃ可愛いんですよこのチーク、
ジル・スチュワートのなんですけど、つまり熊の10連がいいのかな。ギフト星もなんですけど、ギフトはあのかける10で10回ポン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 って押してもらったら 1.2 倍になるので、そうそうそう、ポン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 で押していただけると嬉しいです。虹色の星どうやったらゲットできるんだろう。あの虹色の星はね、チャージとかでも不具合のお詫びとかでもあの来てたりするから、どこで受け取れるんだっけ。首絞めすぎじゃない、やっぱり。めっちゃ雨降ってきた、めっちゃ雨降ってきた。熊10連なら3万ポイント、すごい。熊の時は必然的に熊タワー投げちゃった熊だから。サッサーユートさん、熊タワーありがとうございます。サッサーユートさんありがとうめっちゃ雨降ってきた、びっくり。初めまして、インドネシアファンから来ました。ハロー、 Thank you。 情報見売り、サッサーユートさんありがとう、控えておきます。サッサーユートさん Thank you。 そうっす、あと2分しかないから、次は9時半から配信があります。ぜひまた来てください。そう、男女読みますね。13位ギルスさん、12位君がいいダンディさん、11位 MK さん、10位デブニアさん、9位藤本いつきさん、8位マスミアンさん、7位中原さん、6位深夜さん、5位サッサーユートさん、4位庄司さん、3位マー君さん、2位広重さん、そして1位はドルルルンちゃんシャン君さんでした。ありがとうございます、ありがとう。そして今日のラッキーナンバー22位はドゥルルルンちゃん、エクスサビアさん、エクスアビアさんありがとう。またね、ありがとうございます。次は21時半から配信をしますので、ぜひ来てください。ワイルトン佐藤さんとは、ワイルトン佐藤さんありがとうございます。ワイルトン佐藤さんありがとう。それではまた、45分後にお会いしましょう。バイバーイ。ザビエルさんありがとう、グザビエさんまたね、ありがとうございます。また。